友崎くん、どうかしました？ちょっと生徒会選挙のね。選挙？ああ、いや、なんでもない。ななみさん。え？ななみさん、立候補したじゃないですか。なんでなのかなって思って。まあ、本人はふざけて内申点って言ってたけど。私、それ、違うと思うんです。学校を変えたいとか、そういうことかな。はい。あとは、自分が変わりたいとか。私も同じ気持ちはあるから、なんとなくだけど。菊池さんも変わりたいの？秘密。かわいい。俺今、